だ PHEV の現物見せていただきます、うん、よろしくお願いします。それがこちらです。はい、新しいです。新しい、新しいですよね。もうなんかやっぱあれですね、これダイナミックシールド。そうですね、はい、ダイナミックシールドで一クラス上の SUV を目指した車になっております、うんうん、一番わかりやすく言うと、このアルミホイール、20インチのアルミホイールで塊感、大きさをですね、バーンと出しまして、はい、あの欧州のプレミアムクラスにも負けないような外装が。20インチの、はい、って今までなかったですよね。そうなんですよ、ここが一つ我々のセールスポイントです。いや、なんかあの三菱の今回のテーマが威風堂々ですよね。はい、そうです、はい、威風堂々としてますよね。威風堂々としてますよね。めちゃくちゃ堂々としてる、かっこいい。モータードライブの良さを、うん、まあ、あの先代のアウトランナーからさらに強化しまして、うん、走り出した時のレスポンス、滑らかな加速、うん、ここも存分楽しめるように、はい、バッテリー容量も上げて、うん、なるべく EV で走れる距離伸ばして、うん、EV でどれぐらい走るんですか？ EV で80キロ、83キロが87キロ走れる。だから85ですと、はい、普通の日常生活だったら全部 EV で行けちゃうんじゃないですかね、例えばね。はこちらの方、うん、こちらの方の、はい、充電をすることができまして、うん、これであの家庭の200ボルトで充電することができます、はいはい、でもう一つ特徴的なのは、うん、こちらですね、急速充電、うん、これあの高速道路のサービスエリアだとか、うん、そうなんですね、そういうところで、急速充電することもできますし、うん、はい、でこれを使って、家庭と車をつなぐ V2H、うん、それも、することができるね。どういうこと？例えば震災とかそういう時にこれで大体10日ぐらい分ですか？はい、あのこちらのバッテリーで蓄えた電力を、こちらから供給すると、はい、いうことができますので、もし万が一何かあった時の非常時の電源としてもこれを使っていて、まあ、そうだね、大停電みたいなことが起こった時も皆さんの方が実は私ですね、はい、来月来るんですか？あ、そうなの？はい、すでに買ったの？買ってるんですよ。買ってるんだ、だからだ。いやいやいや、詳しい、ポイントがすごいですもん。去年の12月にあの申し込んで、はい、まあ、半年ぐらい。いや、だから、はい、デリーさんが買うんだから本当にいいんだろうね。いやいや、そういうことです。そうなんです。普通さ、番組で褒めるだけ褒めて買わないもんね。どちらか。そうなんですよね。ただ乗りするタイプですよ。だけど、買うってことはいいんだよ、うんうん、これは。そうなんですよ。テリーさん的な一番の魅力はどこなんですか？ね、もう走りがいい。あ、そう。もう圧倒的にいいです。走りがいい。まあ、正直言って、僕実はね、もう三菱の車、5、6台乗ってるんですよ。うん、でも、もちろんライボー乗ってるんですけど、うん、ライボーのですね、技術をそのままこっちに持ってきてるんで、そう、おそらく、もう1000万円クラスの世界の、こういう車に匹敵するくらい。あ、そう。それ以上かもわかんない。あ、そう。びっくりするくらいいいんで、ね、思わず私反抗しちゃいました。いくらもらってんの？もらってないですよ。いや、本当に、ね、広報より褒めるんだけど。いや、でも、いや、本当に良くて。でも、そしたらじゃあお二人はもう乗り心地は知っているけれども、うん、改めて乗ってみますか？乗ってみたいですね。この我々のこう市場っていうと箱根だとかさ、うんうんうん、街中をなんかおしゃれになるとかさ、うん、はい、本当の性能って分かんないわけ。ああ、そうなんですか。だからここダートだからね。ね、だから軍災に持ってくるってよっぽど三菱としては自信があるんで。なるほど。で、自信がないと軍災ですか、いいですっていうメーカー多いもん。へえ、そうなんだ。多いですよ。もうぜひ、もうぜひ。この、あの四駆のシステムってことでしょ？そうですよね。そうですね。あの、まあ、システム自体はやっぱりちょっとモーターになってるんで変わってるんですけど、うん、やっぱり思想とか考え方、動かし方ですね。それも、まあ、ランエボそのもの。そうですよね。この時はこれでいいんですか、今？今ノーマルです。ここだとターマックみたいなモードにすると、より俊敏になる。わかります？あ、でも足が硬くなった。硬い。なんか、そんな感じ。あ、これなんかちょっと、ゴツゴツ感いいよね、うん、あの妙になんか柔らかいわけじゃないし。そう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 。いや、実はランクルが、うん、新しいランクルも乗ったんですけども、ま、ちょっとゆらゆらするんですよ。あ、あのイサイサ感が。あ、だから V
僕はまあなんかちょっとあれがダメで、こっちの方がなんかどっしりしてる、そうだ、キビキビ感、うん、がありますよね。ライボ譲りのハンドリングだからじゃないですかね、その電子制御、足の動かし方が、うん、だから三菱はその足の動かし方、電子制御がすごくうまいじゃない、うん、あとあれですよね、ちょっと雪道とかそういうとこ走りたかったですよね、うんうん、とか雪道とかぜひね、そうだよね、ぜひジェリーさんと僕を呼んでくださいよ、雪道、うん、もうそう、ぜひ呼ばせていただきたい、ね、あれ今年の冬呼んでくださいよ、あ、どこの北海道でしたっけ、もう北海道ですね、はい、トカチの方で、そうそうそう、行ったことありましたよ、あ、そう、あの、デリカで、ああ、デリカがまた売れてますもんね、はい、もうデリカもあのコンスタントに、はい、あの大好きなさせていただきました、うーん、力強い SUV級とか、うん、四駆兄弟とか、なんか乗用車みたいですね、そうですね、ね、あんまり SUV って感じが、そう、どっしりしてる、そうですよね、うん、あ、これはもう乗用車的にも走れますし、うん、ちょっと荒れたところでもだから横に乗っててなんかゆらゆらしてないから、うんうん、しっかりしてる、うん、どうですか、土さん、売ってみて、いや、これはテリーさん買うわけだ、あ、そう、うん、これはいい車だ、そうなんですよ、いろいろ考えてね、あ、まあ、500万ぐらいじゃないですか、うん、で500万円でこれ、それこそもう1000万ぐらいのね、うん、まあ、レンジローバーぐらいのなんか走りしてるんですよね、はい、いや、だけど電気自動車は静かだね、はい、静か、運転うまいな、もっと褒めて、もっと褒めて、いやいや、マジで今のところだってなかなかあそこ突っ込めないわ、土屋さんうまいわやっぱ全然違うね、あ、そう、あ、もういや全然違いますよ、素人と、ちょっと汗が抜けなかった、いや、動かすのはいい、ほら歩く歩く、どうですか、土屋さん、テリーさん買ったの分かる、うん、いいもん、ほんといいもん、もうね、そのパワーの出方、トルクの出方、あとハンドリングの軽快さで、そのサスペンションの乗り心地の良さ、これはね、テリーさん買うわけだテリーさん的にはやっぱ買ってよかったなって感じ、そうですね、多分僕実は街乗りしてないんですよ、はいはい、こういうとこってほら、これちょっとやっぱ普通の車よりもちょっと大きいですよね、うんうん、その街乗りした時に例えば、まあ、パーキング入れるとか、そういうところでありましたね、充電するとか、そういう時に、うん、そんなに運転うまいわけじゃないから、まあ、どっちかって下手な方なんで、はい、そこはちょっと心配なんですよね、うん、ただね、あの見切りがいいっていうか、はい、乗った時にこれのボンネットがね見えるから、見えるから、うん、なんか意外と思ったよりもなんかいいですよね、運転がしやすい、そのボンネットが見えるから、はいはい、スラントノーズだと どこまで行ったらいいか分かんないんだよね、うん、駐車する時に、そうですよね、なんかこれカクカクしてるから、うん、すごい分かりやすい、へえ、いいわけだね、大したんだ、ありがとうございます、はいはい、なるほど、はい、さあ今回は三菱の自由品についてお話を伺いましたけれども、はい、いかがでしょうか、いや、土屋さんがね格好でまず乗ってみたい車だな、うん、だからドア開けて、お、ゴージャス、うん、運転してみて、うん、あ、やっぱこうサーチさんの言うようなライボの技術って入ってんだな、うん、でなんでっていうと2トンもある車だと普通はこの分散走ると割と安全が強い、うん、だけど2トンもあるのに99万で、サスペンションの吸収の仕方がしっとりしてて、うん、ちょっと高級車だからなんか乗ってると俺って金持ちかなみたいな、そう思わせてくれる、だからなんか言いたい今これだけはこれだけはあの新型アトランダー PHEV の SE7C はあのドライブモード、あのモードセレクターですね、いろんな路面に合わせてあの走りの最適化ができるんです、それがものすごく実は進化していて、あの四駆、その全モーター四駆の全部の車の場合だけじゃなくて、あるいはあのアクティブ4コントロールだけじゃなく、
パワーの出し方、それからあのブレーキのかけ方、スタビリティコントロールのかけ方、トラクションコントロールのかけ方、これすべてモードで最適な種類あるんですか。え、何だったっけ、7種類かな、あのロビン・アーサーの5種類、それからあとそのパワーの出し方だけ変えるのが2種類、あとノーマルなんで、大悟ですよ、大悟、うん、本当にそう、ね、なのでそのどこ行ってもあの幸せなこと走ってもですね、気持ちよく走れるように作れてる。今年の冬のね、雪道なんかでいろんな新しいアウトドアなんでね、モードで帰ってみんな遊んでましたよね。本当にもうこの話聞いて腰が出てますよね。そうですなと思って、いやでも本当に三菱もなんかこう底力を感じるですね。ビジネスでしたね。チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録